事業を成長させてまいります。また2019年1月1日来年の1月1日ですね、から社名をですね、ここにございますようにダイナブック株式会社に変更いたします。さらにブランド価値を極大化し3年後の IPO というものを目指してまいりたいと思います。グループ全体の業績に貢献すること、ダイナブック株式会社という新社名の通り独自のブランド価値を追求していくこと、この2つを同時に取り組んでいくことになります。薄く軽く堅牢に長時間使える、安心して快適にといった価値を追求する過程で、現在ダイナブックブランドの背景にはこちらにご覧になってますように、さまざまな価値、営業資産、技術資産が蓄積されていると認識してございます。これらの強みをさらに進化させ、今般一緒になったシャープの AIoT コンセプトとの融合により PC の領域を超えた高度のコンピューティングサービスを通じて AIoT を通じて世界を変えるというビジョンを実現していきたいと考えてございます。自社開発の技術、高品質の実現、こういった強みがある一方、過去高度改革の副産物もございます。弱みとしてラインナップの弱さ、販売基盤、規模の弱さ、これに伴うコスト力、あとは過去数年にあたり十分なリソースを投入できてこなかったということによる経営インフラ、人員体制の弱み、いった課題もございます。今後の取り組みとして、ハードウェアとサービスを融合し、新しい価値をお客様に届けていくこと、ここでは商品力強化、事業領域の拡大といったものに取り組みます。この融合を支えるためのソフトウェアの強化、解析技術を中心とした AI、それから事業展開に欠かせない、事業展開の広がりに欠かせない IoT のソフトウェア技術、こういったものをシャープと連携の上、進めていきたいと考えております。それから、もう一度グローバルに再展開をしていくということ、現在日本市場への依存度が非常に高いということでございますけれども、シャープのインフラ、シャープの拠点の有効活用を含めまして、展開地域を拡大していくこと、それからこれらを支えるために会社体制を強化していくこと、実際的にはフロントでの人的リソースの充実といったもの、それから体制の充実、経営効率の強化、これをシャープと一緒にやっていきたいと考えてございます。ハードウェア、具体的には現在ノートBookPCを中心としてございますけれども、これからはデスクトップ、ワークステーション、サーバー、エッジデバイスというところに領域を広げ、多様化した IT 環境にプラットフォームとして提供していきます。シャープとはスマート家電、スマートフォンとの連携、サービスにおきましては、ハードウェアプラットフォームとの組み合わせによって、当社がこれまで提供してきたサービスをさらに広げ、お客様の業態、場所、シーンに応じたサービスメニューを提供していきたいと考えております。シャープとはオフィスソリューションの提携、あと AIoT プラットフォームであるココロプラスとの連携、データセンターのサービスの利活用といったことを考えてございます。上記2つを支えるためのソフトウェア技術として、まず1つは当社、PC のコアとなる BIOS を長年犠牲をしてきた強みということを持ちまして、お客様の業態に応じたセキュリティ、これをご提供するとともに、認識技術、音声認識、画像認識、物体認識、これに解析とシャープの 8K、5G、センサー、光学技術を組み合わせた解析とレコメンデーション、こういったところを強めていきたいと考えております。思います。向こう2年間、19年から20年にかけて、こちらにございますけれども、ハードウェアではラインナップの強化とカテゴリーの拡大、それに将来の欧米、アジア再展開を見越したプレミアム機、アジア攻略機といったところで、ノートブックのカテゴリー、これを広げていきたいと考えております。ソフトウェアサービスでは、シャープのココロプラスとの連携、PC 暗号化ツールであるスマート DE、ダイナクラウドのサービス、これらの充実、マネージメントとしては、企業のお客様に提供しております
運用から運用一括請負をするライフサイクルマネジメント、こういったサービスメニューの強化、これを海外展開していくと、今は国内中心でございますけれども海外展開をしていくこと、これを向こう2年間でやっていきたい。21年以降、こちらは次世代技術の取り組みということでございまして、 MR と一体化したイマーシブコンピューティング、オールウェイズコネクト、こういった技術を取り込むとともにですね、センシングと解析を中心とした故障予知のサービス、シャープとの連携による 8K の高精細画像と解析をベースとした警備監視システム、こういったものを強化していきたいと考えております。さらに先の時間軸ではハードウェアをベースとするコンピューティングサービスがさらに融合した形で提供されると想定しています。本格的な普及が進む 5G をもたらすクラウドとエッジによる分散処理、機器間のシームレスなデータ連携、これらを活かしてお客様を時間と場所の制約から解放するゼロクライアント、遠隔医療、遠隔操作といったところ、こういったところを強化していきたいと考えております。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もできればお願いいたします。